アロハー、私の名前はロブリー千佳子です。ハワイに現在住んでいます。在住かれこれもう20年近いのですが、ジェームスのプログラムには34年前の1988年、アメリカンマネージメントプログラム AMP の34として参加させていただきました。その後ですね、同期の、JMP の男性と結婚いたしまして、彼が、ジェームスの、インターンシップで東京に、で仕事をしていたので、東京で2年、あと横浜で9年、11年、結婚後は生活しておりました。それから2002年に、ハワイの方に引っ越しをしまして、私は2003年に不動産取引士の免許を取って、それからずっとリアルタ不動産取引士ですねの仕事をさせていただいています。不動産の管理はしないんですけど、不動産を買われる方と売られる方のお手伝いを主にさせていただいています。ジェームスのプログラムに参加した経緯なんですけど、ちょっとあまりにも前のことで、はっきり思い出せないところもあるんですけど、やっぱり、そうですね、英語でクラスを受けたかったってことですね。あと、大学に編入してまではちょっと自分で自信もなかったので、私にとってはジェームスの6ヶ月間のプログラムの内容がベストだったということで、AMP のプログラムに参加させていただきました。ジェームスのプログラムを取った中でやはり一番強く思い出に残っているのは、このハワイという独特な環境の中でいろんな国の人々が集まって、一つのちっちゃい学校で勉強するということでたくさんの交流ができたことと、本当にアメリカだけではなくアジア、ヨーロッパ、いろんな地域の方が来られていたので、いろんな自信にもつながったし、英語を通していろんな方とのコミュニケーションをすることがどんなに大切かというのを学ばせていただきました。そうですね、他に残っている思い出といいますのは、やっぱりいろいろなジョイントのイベントがあったり、ハワイのこの辺に住まれている地域の方とのホストファミリー的な交流もあって、本当に今から思えば6ヶ月間あっという間でしたけど、楽しい思い出ばっかり、夢のような思い出ばっかりだったと思います。私にとって一番、ジェームスのプログラムに参加して大きかったのはやっぱり生涯の伴侶を見つけたっていうことなんですけども、それ以外にも本当にたくさん の思い出を、私に作らせてくれたジェームスには感謝しかないです。